闇は光の母。闇がなければ光はなかった。闇は光の母。光がなければ目はなかった。目は光の子供。目に見えるものが隠している目に見えぬもの。人間は母の体内の闇から生まれ、ふるさとの闇へと帰っていく。束の間の光によって世界の限りない美しさを知り、心と体に潜む宇宙を目が休む夜に夢見る。いつ始まったのか、私たちは。誰が始めたのか、すべてを。その謎に迫ろうとして、目は見えぬものを見る術を探る。ダークマター。目に見えず、耳に聞こえず、しかもずっしりと伝わってくる重々しい気配のようなもの。そこから今もなお生まれ続けているものがある。闇は無ではない。闇は私たちを愛している。